Come in. Come in. お前すごいな。犬みたいに、犬みたいに走ってきてジャンプして、すごいな。お前すごいな。なあ。熱い。アボカドもらいました。超久々に食べるアボカド。メキシコ産って書いてね。これね、食べ頃って書いてるんですよね、ここに。どうしたん？食べ頃アボカド。アボカド食べよう。という。アボカドもね。触った感じでは、もう、なんか、柔らかさ多少あるんで、そういうことかな、食べ頃っていうのは。ちょっと傷んでるね。これさ、ちょっと待って。これさ、ちょっと傷んでるっしょ。こういうのもね、前もらってたんでずっと使ってなかったんですけど、これ使ってみようか。アボカドとトマトのサラダって書いてる。トマトはないね。トマトないけど、入るだけか。オリーブオイル。オリーブオイル。オリーブオイルじゃないけど、グレープシードオイルっていうのはありますね。ちょっと傷んでますね。この食べ頃のあれを多分これ過ぎてる感じでしょ。これはちょっとこう味も傷んでますよ的な味がしたで、今なんかほら、ちょっと待って、黒くなってるもんね、これね。ちょっとほら、筋が入り出してるもん。これ時間経ってくるとこう筋が入るっぽいね。ってことは、これもう一個あるんですけど、もう一個もちょっとやばいかもしんないね、もしかすると。かなり、傷んでんな。あ、ちょっと、かなり痛みが激しいぞ、これ。ちょっと、これは、もう一個あげてみな。じゃああんま取れなかったな、傷んでたから。これどうやろう。これね、昨日もらったばっかりなんですよ。でもまあ、買った時が食べ頃でしょ、これ。そこから空輸便になってるから、それですよね。そこの間で熟していくんでしょうね、多分。これちょっとまだマシですけど、マシですね。でも痛みが始まってるね。
これもう筋がいっぱい入ってますもん、かなり。黒い、なんつうの、繊維みたいなのがいっぱいで入ってる。木の繊維みたいなのが、ほら。これ、口の中でね、まとわりつくんですよね、この繊維が。とこれね、俺、このね、筋、これあんま好きじゃないんですよね。まあ、こんなもんでいいか。あんま取れなかったけど、こんだけしか。まあいいや。まあ、おそらく食べれるんでしょうけど、もうちょっとね、俺はね、ちょっと食べれないね、この筋っぽいのがね。これは？かけるだけ。これを、トマトないけども、ちょっと多いかもしんない、このちょっとの量も対してね。うわ、ちょっとこの筋はちょっとね、きついな。食べれるかな？前一回ね、筋入り食って食えなかったんですよね。筋がここで出てるもいっぱい。結構頑張って入れた方なんですよ、この中に。筋もね。ちょっともったいないから食べようと思ってね。ほら、筋が。前もあったな、そういえば。筋系のね。これがっつりさ、ちょっと待って。ちょ、命に感謝していただきます。ちょっと食べてみようか、これで、ね。うん、うまいね。うまいうまい。この、こうやって潰して、ね、潰した方が、こう、分かりづらいね、筋もね。うん。うまい。ちょっとこのままだとちょっともったいないな、食べ方。なんかこう、オムレツの中に入れるとかね。オムレツの中にさ、ちょっと待って。これまだ残ってる。これね、結構うまい。なんかアメリカで、なんかこう、食べたことがあるような、そういう味です。これで、これ絶対オムレツにしたら合うと思うから。まあ、チップですよね。チップス系のディップにしたらすごい美味しいと思うんですけど、チップスは今日ないんで、これオムレツにしよう。このままでもいいかもな。このままでもいいかもしんない。いや、普通中に入れないよな。まあ、これはこれで食べて、オムレツと別で、オムレツと別で、
うわ、もうアボカドが色が変わってきたぞ。熱いもんね。贅沢やな。うめえ。うまい。オッケー。朝食。朝食です。では。今日皆さん楽しい一日、安全な一日、一分一秒大切に、残り限られた人生をたくさん地球のために使ってください。